次めちゃむずいんじゃないかなと思ってる。へえ。じゃあ秒殺ちゃうか。あのね、もし最後まで出して出なかったらごめん。あ、そこまで。なるほど、そんだけむずい。でもいいよ、全然。サジェストでこちゃこちゃするやつです。おーい、すごいはしょったな、これ。でも前回みんなおったよね、多分。いや、俺サジェストこちゃこちゃのやついたっけなっていう。シンマおらんかった。あれいなかったっけ。あの動画で見たけど、なんかいたっけ。一応軽くね、ルールの再確認ということでちょっとやらさせてもらいますけども、はい、私がですね、とあるワードのですね、サジェストですね、とあるワードを入れた時に出てくる検索候補をですね、皆さんにお見せします、うん。でその検索候補はですね、まあ上の方がいっぱい検索されとるということなんで、下の方のやつからね、皆さん順番にお出ししていってですね、元の言葉が何であったのかを考えていただくと。なるほど。そういった、はいはい、企画となっております。そしてですね、前回私、秒殺されですね、4つ用意したうち使えるのはまあ1個が限界というね、非常に散々な結果であったので、ちょっとリベンジさせていただきたいなと。はい、記憶しております。、はい、それでは1問目、1つ目のワード、こちらです。お、実在。実在。え、ちょっと待って、このワードから何かを想像すればいいのか。そうです、ほにゃほにゃって入れたら実在っていうサジェストが出てきてる。あー、そこそこそこ、はい。お、ロボロさん、まずつぶしょく、エーミール。え、違います。あれじゃない、びっくりした。もはや我々だってもうフィクションの存在として認識されてる。じゃあ、はい。じゃあ、エミルさん。あ、ごめんなさい。え、彼女。違いますね。実在するんですよ。エミルさんご存知ないかもしれません。これはそうですね。もう。じっと、ほんまに実在するか、皆さんが危ぶまんでる、これは間違いないです。アトランティスです。いや、でもないですね。アトランティスがあります。ちなみに琵琶湖の底にあるらしいよ。アトランティス。写真ですからね。あります、あります。あるある、ギフランティスあるよ。シガじゃないや。シガ。シガやったわ。やば、恥ずかしい。シガランティス。シガランティス。とはいえ、やっぱり実在だけじゃちょっと分からへんよ。まあ分からん。分からん。もう一個近づいてみましょうか。はい、お願いします。それではですね、二つ目のワード、こちらです。英語。英語。英語？じゃあ、はい。エミルさん。幽霊。違いますね。あ、違う。まあ、ゴーストわかるよな。うん。英語？あ、はい。おちのさん。やっぱアトランティス？いや、違うって言ったよね。はいはいはい。あ、エミルさん。はい、サンタクロース。お。お。え？お？ゲイメージ。あ、違うんだ。結構ええとこ言ってたかも。いい線いってるよね。これね、次のワード、割と衝撃的なワード出てくると思うんですけども。え、マジ？マジ？マジ？見ようよ。これいかれるかもしれないですね。衝撃的？道場？道場？え？道場？道場？道場？わかった、はい。トンドさん。ピーターラビット。道場？なんでやねん。どうした道場？ピーターラビット道場？あ、はい。お、シャローさん。やわらちゃん。おー、ではないですね。実在はしてるもんな。はい。はい。お、じゃあチーノから行こうか。家族。どうでしょう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 。じゃあショップさん。ブルースリー。おー、なるほど。でもないですね。実在人物やもんな。はい。エミルさん。言語？お、ではないです。あ、ではない。うん、ちょっと事情でしょ。え、実在してるか。これやっぱね、夢の国、ディズニーですね。ではないですね、ディズニー道場ってなんだ。いや、ほら、ディズニーを楽しむならこうやみたいな感じで。俺的には、あの、黒帯締めたミッキーが出てきたよ。いやいやな。はい、新選組。おお。でもないですね。司令官道場。はいはいはい。司令官道場。なるほどね。まあフィクションのキャラクターにもなってるしね。うん。もう一個見ときましょうか。あ、あるんや。はい。全然ありますよ。はいはいはい。MTG。ミーティング ?MTG。え、マジックザギャザリー？おー。え、じゃあ、はい。エミルさん。遊戯王？違いますね。違う。まあ。え、ちょっと
余計道場がわからんわ。うん、道場がわかんない。でも遊戯王にも道場あるんかなと思って。はい。チンさん。魔法。違いますね。おー、でもチンさん、悪くないですよ。おー、近づいた？あ、わかった！はい、コネシマさん、あの、ずっとも同盟ちゃうか。何言ってるんですか？どういうことですか？もう一個言っときますか？はい、欲しい、行こう。こちら、イン？印？印？印？はい、インか。コノさん、チャクラ。おー、おー、違いますね。あ、でも、MTG 以外はありそうやったかも。悪くないですよ。あ、チャクラじゃないのか。はい。シャロンさん。忍者。お？おお。惜しいですね。惜しいの。忍者で、今さっきしっくりこくって MTG ぐらいだけやもんな。忍者ミーティングがちょっとおもろいな。どうやって向こうの衆殺すみたいな。はいはいはい。シャロンさん。忍術。ん？お？ん？あー、今なんとおっしゃいました？忍術。シャオロンさん。はい。おめでとうございます。シャオロンさん正解です。よっしゃー。おー。え？ MTG って何が分からん？これね、MTG が分からん。私もちょっと調べさせていただきました。これマジック・ザ・ギャザリングで間違いないです。あのね、忍術というカテゴリーがあるそうです。ああ、カードカテゴリーに忍術あるんや。ああ、なるほど、テーマにあるんだみたいです。でも道場とか隠語とかは全然しっくりくるな、実在とか。あ、いいんだけやな。忍術を答えで選ぶって大先生の精神状態どんな、どうやったんや。次めちゃむずいんじゃないかなと思ってる。じゃあ秒殺ちゃうか。あのね、もし最後まで出して出なかったらごめん。あ、そこまで。そんだけむずい。でもいいよ、レベルなんだ。俺らが詳しくないところかもしれないってことだな。こちらです。完結戦。アピナリアな。トンドさん。名探偵コマン。ではないです。はい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 。シャノさん。え、ワールズエッジ。いやー、違いますね。なんそれ。ラブショーさん、それオッチーっすね。はい。え、ん？じゃあ、オッチー。いや、エイペックス。え、あ、え、当たり？え、違いまーし。なんだそれ。じゃあ、はい。エミルさん。え、イエローストーン。エミルさん。あー、ありそう。え、うん。え、今、なんとしてました。イエローストーン。え、嘘やろ。あれ、まさかな、まさかな、まさかそんなわけない。嫌な問題にするわけない。あの、アメリカの有名なとこやな。そうそう、関係線でね、有名な地域のね。そんなん出すわけない。俺ら舐めてるで、それは。そうやで、ほんまに。エミさん、はい、正解です。あざおい、振り聞いてたな、ほんまに。おい、ふざけんなよ、お前。いや、いや、さっきのが難しいわ。いや、お前ら、できかったらごめん。何やったの。